どうも、ぶんぐらです。ちょっと暗いんですけど、今日はですね、いろいろなとこに行って、カメラの練習をしたかったのと、いろいろね、今のこの現状だったりっていうのをお伝えできればなと思ってですね、いろんなとこに行ってきましたので、写真見てみてください。どうぞ。はい、まず向かったのは龍華寺というとこに行ってきました。ここは浅南区の八木っていうところで、26年8月の豪雨による土砂災害ですごく被害を受けた場所になります。ここの境内にはお稲荷さんが祀られていて、岡山市の高松稲荷の分身をこっちに来ていただいた感じになるそうです。で、地元の方にお話聞いたんですけど、やっぱこの辺はひどくてですね、10人ぐらいの方がやっぱり亡くなられたということなんですが、そういったね、悲しみを乗り越えて皆さん頑張っておられます。そして次に向かったのが毘沙門台という地域なんですけど、ここはすごく景色が綺麗で、花もねまだ咲いていてすごく綺麗でした。その後はうなぎ神社っていうところに行ってきました。ここはね、周りに古墳とかもあって、すごい歴史のある神社らしいです。いかがだったでしょうか。今の現状としてはこんな感じですね。忘れずに胸に持っておきたい出来事だったかなと思います。広島にはね、まだまだ綺麗なところがたくさんあるので、もうちょっとね、カメラのことをもうちょっと勉強してですね、もっと綺麗な写真だったり動画を皆さんにお届けできればなと思います。今回もご視聴いただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。